レジ袋、そのまんま捨てるより、ゴミ袋とかいろいろなものに再利用できる。ただ、取っとくと、くしゃくしゃになるんですよね。私取ったのですけど、こんな感じ。上からぶち込んで、そして上から使う。結局、最初に入れたの使わないなとか。まあ、あと、これだけモコモコしてると邪魔ですよね。これ自体ゴミだと思って、捨てちゃうかなって。それ何気にホームセンターで、こんなの見つけましたね。レジ袋ストッカー。名前の通りですね。これレジ袋をきれいに収納できるものですね。このような形。ここにドアがついてる。そう、下から、あ、吸盤とか磁石とかついてますね。吸盤とか磁石で冷蔵庫とかに貼り付けれますね。あ、吸盤2個と、あとは磁石。ここにはめ込むはいいみたいですね。これ冷蔵庫とか壁につきますね。これパッケージだと、レジ袋を綺麗に畳んで入れるようにありますけど、ちょっとくしゃくしゃに入れてみます。適当にこんな状態で入れていきましょう。詰める。くしゃくしゃですよ。かなり適当に入れました。そしたから取り出す。あ、うん。使えますね。丁寧に畳めばもっと入るし、適当に入れても使えますね。まあ、適当に入れて使えるのいいですね。買い物から帰ってきたら中身出して、この中に入れる。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 閉める。押し込む。おう。すごいわ、これ。あの、レジ袋の他にぜひ、こちら使ってみてください。おう。これは便利だ。